さて始まりましたファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク。皆さんこんばんは、佐藤大輝です。大輝さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日も LDH メンバーの X を番組の公式 X からリプライして行う宣伝活動を行っていただきます。はい。今回取り扱わせてもらうのは今日のゲスト、ファンタスティックスリーダーの世界さんの X からです。ということはフォローしてもらったということですね。一応その予定で行っていきます歯切れ悪いな。そんな世界さんの X から今日は6月3日深夜3時33分の投稿です。そんな深夜33分探偵だ、やばい。それでは読み上げます、はい、ワンピースについて話したいけど超限定的な話題すぎて話せる相手が限られる。なるほどね。そっか、深夜っぽい投稿ですね。この投稿に大輝さんから番組の宣伝を入れながらリプライをしていただきます。ではお考えください。わかりました、いきます。ファンタの楽屋でもサオナツとケイトとよくその話をしていますね。僕は何のこっちゃと思って聞いています。ぜひワンピーストークをぼっちマイクで繰り広げてください。 PS もうフォロー外してもらって構いません。立ち寄り。これでいきましょう。さあ皆さん、こちらクレームはすべてナックファイブさんにお願いします。ということで今宵も始まっちゃいます、うん、ファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク。79.5 FM ナックファイブ、ファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク。改めましてこんばんは、ファンタスティックスの佐藤大輝です。 FM ナック5をお聞きの皆さん、ダンス&ボーカルグループファンタスティックスの佐藤大輝です。2回自己紹介をしてしまいましたファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク、この番組は私佐藤大輝の苦手意識を克服していこうという名目でお届けしています。そういうこと。先週に引き続き今夜もこの人とお届けしたいと思います。克服せえや。ペチャペチャ喋んないでください。何、これから紹介しま す, あ、すみません。今夜のゲスト、ファンタスティックスの佐藤、佐藤大輝です。世界さんです。どうもよろしくお願いします。いっぱい女優さんと塗ればやってます、佐藤大輝です。やめてください、自己紹介大喜利やめてくださいやってるけど世界ですけどもね。あとこの僕のね番組のジングル聞いてイヤホン外して、あ、気持ち悪いっていうのやめてもらっていいですか。いや、ちょっと聞くに耐えなかったんでごめんなさい。 79.5 いいじゃないですか、これ。いや、それはファンの人はいいよ。ファンの人いいっすよね。ファンじゃねえから俺申し訳ないけど。確かにそうですね。そう、あと本人の前で気持ち悪いだけやめてもらっていいですか。気持ち悪いよ、だってお前自分の弟の声聞いてると思ってみなよ。そうっすね、ちょっと照れくさいですね。まあいいんですよ、そんなことは。先週も来ていただきましたねはい、ありがとうございます。よろしくお願いしま す, お願いします。大盛り上がりでしたね。盛り上がりましたかね。結構放送にどこまで載ってるか分かんないんですけども、うん、ポッドキャストでもたくさん話してます。まあそこがナック5さんの実力が分かるところだよね。おと言いますと、どこまで載せれる曲なのか、はあはあはあ、それともビビるような番組なのかなるほど、結構強気ですよ、うちのスタッフさんは。いや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 、まあ言うても僕もラジオね、はい、やってますもんね。サポートですけどやらせてもらってますけども、はいはい、結構攻めてるんですよ、そっちのラジオは。あのね、はい、そっちの俺がやってるやつはね、うん、パーソナリティが2人いるんですけど、はいはい、2人ともボッケボケしてるんでボケボケしてる、はいはい、大変です、大変、処理しなきゃいけない、切り込み隊長なんで。そっか、楽しくやってますけど、ね、なるほどね、はい、今日ねたくさん攻めないと、いろんなこと自由に話してもらって結構です。ということでまず1曲お届けしたいと思います。ファンタスティックスでブレイクライン。 79.5FM ナック5ファンタスティックス佐藤大輝のウォッチマイク。今日は佐藤大輝とか渋滞離脱。ザタッチのラジオじゃないですよ、タッチなんですよ俺。あ、違う、タッチじゃなくてタッチ。あ、タッチか。ハモんなくていいんですよ。ちっちゃいやつ入んないんだ。入んないです。お天気コーナーやんなくてよかった。やんないんで、やってたけど、二人で。懐かしいな。さあ、今日はですね、僕、はい、佐藤大輝と世界さんの二人でお届けしたいと思います。今日は早速新コーナーをお届けしたいと思います。新コーナー題して、はい。LDH 大喜利かっこリバーブ。ファンタスティックスも所属する芸能事務所 LDH のメンバーの名前をお借りして、さまざまなお題で番組リスナー相席さんから募集する大喜利企画となっています。それが LDH 大喜利。今回のお題はザ・ランページ、ジンさんが言いそうで言わないこととはですね。ジンね、はい、ジンジン
ジンと僕らどんな関係ですか？俺はブルーインパクトで仲良くなったから3代目さん、3代目の2013年、うんうん、14年のツアーかな、うんうんうん、で仲良くなったかな。僕も同い年だもんね。そうなんですよ、同い年なんですけど、そのエグザイルパフォーマーバトルオーディションを受けてたじゃないですか。ほう、その時ってそこそうなんですよ。そこでちゃんとしっかり話すようになったんですよ。嘘、それまで本当に話したことなくて。でも、まあ、東京校と大阪校だから一緒にならないのか。ライバルも、めちゃくちゃライバル。なんかあるよね。あります。なんか東京校がちょっと上の感じと、はい、でそれに負けたくない事務所もあるしね、うん、ありますよ。大阪校のバチバチ感だ。ブルーインパクトの時なんかその感じまとめるの大変だったな。めっちゃ大変でしたよね。覚えてる。さあ、そんなジンが言いそうで言わないことを募集した時、はい、結構ですね反響があっていろんなお便り届いたんですけども、うん、ジンには許可取ってません。もう独断と偏見で大丈夫やろ。勝手にやっちゃいます。大丈夫やろ。じゃあマネージャーさんの許可は大丈夫。名前出すだけありがたいですって言わないと。そうです、ね、僕らみたいなものはそうですね、まあ、出していただいてありがとうございますみたいな。そうですね。じゃあ早速紹介していきたい。面白いこと言えばいいんでしょ。そうです。相席ネームグデカイさん。グデカイさん、グデカイさんですね。具がでかいんか、いいおにぎりだね。ジンさんが言いそうで言わないこととは。お店出た後、ほな割り勘しようか。あー、これ言わないですよね。まあ言わないね。言わないか。全部怒ってくれるんですよ。そうね、ジンはそうらしいね。なんていうか知ってます？ジンさんがお会計した後に。知ってるよ。お、ジンさんごちそうさまでした。うそー。すげえ、無理にすげえ。そう、ランファンクエストでね言ってましたね。俺その MC だから。そうだそうだその回いたから。そうだそうだ、知ってる知ってる。ウィスブですね。おー、いいですね。そうだからね、ぶち込み。これは言いそう言わない、言いそうで言わないですね、認定します、うん、さあ次、相席ネーム石井さん。ジンさんが言いそうで言わないこととは。はい、俺回らないお寿司しか受け付けないんで。おお、どうです？これはね、うん、意外とボケで言いますよ。確かに言いますよ彼は。そうか、あいつボケるからな。そうですね、真面目には言わないけど、うん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 、そうね。あと読むときはちゃんと関西弁で言いや。せやな、うん、そうやな、人っぽく読みや。確かに。あ、これでもそう、今のはまあボケでは言うけどね。言いますね。真面目には言わないね、うん、言わない。だって回転寿司めっちゃ行ってそうだもんめっちゃ好きそう。似合うよね。俺も好きなんですけどね。俺も好き、うん、うまいんだよ。うまいっす、回転寿司ならではのうまさ。うまいんだよ。うまいんす。さあ次いきます。相席ネームのんぴーさん。ジンさんが言いそうで言わないこととは。のんぴー。わー、ファンタ楽しそうやな、移籍して。うわ、絶妙なライン。これちょっと言ってるとこ見たことあるけどな。俺もあるな。ありますよね、はい、あー残念、言ってるんだよなこれたまに、まあ、だから別にランペがどうとかじゃなくて、単純にそうファンタのやってること見てね。そう、うん、まあ、人数も半分だしね、はい、結構僕とか K とかソウとかわちゃわちゃのボケたり突っ込んだりなんかネタあるじゃないですか。そうそうそう、それを見た時になんか楽しそうやなみたいな結構言いますもんね。そう、集団芸はあんまランペやんないからね。やんないですね。ファンタは集団芸やりますからね、うん、そういう時とかね。これはねダメです。これね意外と言ってるんです、ね、言ってます。甘いです。さあ続いて、相席ネームハイブリッドメンチカツさん。ジンさんが言いそうで言わないこととは。外で職業聞かれたら俺自営業って答えてんの。ちょっとおもろいな。これおもろ白いですね。やっぱハガキ職人ちゃうか。これやってるぞ、ハイブリッドメンチカツ。いいぞ、ちゃんと面白いじゃねえか。これいいな、なんか名物相席さん欲しいんすよね。俺もいいよね、ハイブリッドメンチカツ。いいじゃん、いいっすね、ハイブリッドメンチカツ。面白いよ。面白い面白い。これでもね言わないね。言わないですね。あ、でも自営業って答えてる。あ、でもね意外と言なんか後輩に、うん、例えば、はい、そのなんかそういう時、うんうん、職質されたらなんて答えてますって、うんうん、時は多分言ってると思う。なるほど、これボケで言ってるってことですか。いやマジで言ってる。マジで言ってる。ジンの場合は多分言ってると思う。職質されたらなんて答えます。いや僕エグザイルですって言う。かっこいい。俺もそのタイプです。でされたことあるし。マジっすか。あるある。えー、えって言われてすみませんって言われて、応援してますって言われて。すげえ、それやっぱ疑わないんですよ、すぐ信じて。あ、世界さんじゃないですかって。そうそう、気づかれて。なるほど、世界って名前見たら分かるじゃないし。ちなみにお兄さんってって言われて、はい、ご職業何ですかって言われて、
普通、アーティストやってて、はい、みたいな、パッて言って、ああやっぱりってなって、そうちょっとね、気づいて話しかけてる説あるな、それはちょっと、ね、うん、いや全然。続いていきます。怖い。相席ネーム、さきちさん。ジンさんが言いそうで言わなそうなことは。それでは聞いてください。オンリーワン。これ面白い。面白いね、曲紹介ね。普段カズマとか北とか言うやつだ。どうなんだろう、これ面白いね。それでは聞いてください。オンリーワン。めちゃくちゃなまってるって言うんかな。オンリーワンって言うかな。いいですね。最後かな。言わなそう、うん、そうね、これ面白い、絶妙なラインですね。いいですね、好きですね。相席ネーム、困りぬさん。ジンさんが言いそうで言わなそうなことは。あー、ペペでお願いします。あー、いいですね。これ言うだろ、あいつ。これ言わないっすよ。だって電子マネーとか多分存在知らないっすもん。あれ、あいつ使えないんだっけ。全然疎いっす。ずっと現金か、多分できてクレジットだと思いますよ。そうだっけ。そんな感じするわ。ペイペイ使わないんか。うーん、あ、面白いっすね。へー、ちょっとなんかナンバーワン決めます。ちょっとね、ハイブリッドメンチカツやろ。あ、来た。世界産的ナンバーワンは相席ネーム、ハイブリッドメンチカツさんの、あ、外で職業聞かれたら俺自営業って答えてんねんでした。おめでとうございます。なんかちょっと尺に触るけど なんかこういいんですよ、言わなそうなことなんで。いや、なんかこうハイブリッドメンチカツの手のひらの上で踊らされてる感あるわ。確かにな、おもろいっしょ。いやー、悔しい。でも面白いんだもんだって。今後も読み続けたい。だからこの人は相席ネーム絶対これで通してください。ハイブリッドメンチカツさん、おめでとうございます、ね、うん、さあ皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。そしてジンさんとね、ジンのファンの皆さん、クレームは全てナック5までお願いします。それではここで1曲お届けします。ユーミンさんでルージュの伝言。なんで好きだからです。何の前触れもなく。そう、急になんですよ、唐突に。いつも唐突に。FM ナック5、佐藤大輝がお届けしている、ファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク。今日はゲストにファンタスティックスリーダーの世界さんをお迎えしてお届けしています。はじめまして。はじめに、ずっと聞いてくれてましたからね。あ、今から聞いた人にはそうですけど。はじめまして。そんな僕たちファンタスティックスは7月14日日曜日、15日月曜日に幕張メッセでファンタスティックスライブツアー2024インターステラティックファンタスティックザ・ファイナルを開催します。海の日。海の日か、確か。そっかそっか、祝日なんですね。夏休みいいな。そうだ、いいな、休みて。夏休み何してました？いつの時代の話。大人になっての夏休み。大人になっての夏休みは何にもしてないね。昔 EXILE になってすぐに、あー、アランとメンディーと行ったね。行きましたよね、4人で。葉山行った、ね、葉山行きましたよ。 海行ったよ。楽しかった。マジ楽しかったっすね、あれ。ネオジパンが踊ったよ。踊りましたね、ダンサーウサさんのやつ。懐かしい。いいですね。まあね、少しライブについても喋りたいと思うんですけども、ね、今サクッとお願いします。2月から続けてきたこのツアーファイナルですよ、ね、いよいよ、うん、どんな内容になります。ファイナルはもうファイナルですからね。なんかやっぱファイナルにしかないファイナルな感じなんじゃないですか。すごいな、ざっくりしますけど。この公演でしかやらない曲結構ありません？あります、あります、ね、だからセットリストも結構変えてますし、まあこのタイトルではあるんですが、かなり構成とか演出も変わってるんじゃないかなと思いますね。やっぱ会場が、うん、多分来る人も来たらびっくりすると思うんですけど、あの僕らの単独史上最大規模、めちゃくちゃぶっちぎりで最大規模の人数なんで、すごいですよ。そう、あとスタンドないじゃないですか。そうなんです、全部ねメッセなんで、はい、だからめっちゃ大変です。大変なんですよ。だからいつも以上に僕らが汗を大量にかきます。やばいです。だって同じあの内容やってもあの多分きついんですけど、さらに書いてるからちょっとまあ長くなってると思いますし。そうね、7月だから。そう、暑いんですよ。暑いだ、お客さんも大変よ。大変ですよね。涼しい格好で来ていただきたいと思います。濡らしたいよね。もうね、びしょびしょ汗かいてほしいですね。リハの真っ最中なんで、まあ、言える範囲で。最中です。見どころなんかありますか、簡単に。見どころは、はい、なんだろうな、まあ、新曲もあるしね、はい、ブレイクラインとかもそうだし、うん、こうミニアルバムもね、17に出るんで、はい、
構それをまたちょっと楽しみになるようなライブになるんじゃないかなと思いますし、あ、そうし、まあ、僕はダンスのコーナーがあるんですけど、はい、そこは多分曲が変わります。おお、なるほど、そうなんですね。本公演とは僕は変えます。おお、すげえわ。し、まあ、そし、変わってるところもあると思いますね。いっぱいある、結構。だからもうこの2日間でしか味わえない限定のライブだと思ってきていいってことですね。そう、もうお祭りに本当に行く気持ちで。そう、インターステラティックファンタスティックって結構テーマ性あったんですけど、ファイナルは、はい、テーマ性もあの踏襲しつつ、はい、もうお祭りか。そうですね、フェスとか、 そんな感じですよね。幕張メッセでファンタとお祭りです。なんでもうぶち上げで、ぶち上げで、もう全員ギャルのテンションで来てもらえたら。おお、ぶち上げですね。ヒャッフープ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 ラン、バカリ系で、バカリ系で、タイキプー脱げろ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 汗くれー。わあ、いいっすね。そんな感じで来てほしい。ゆいちょ丸で来てください。ゆいちょ丸で来てください。さあ、ぜひ7月14日15日幕張メッセで僕たちに会いに来てください。それでは最後にもう一曲をお届けします。ファンタスティックスでスターボーイズ。79.5 FM ナックファイブ、ファンタスティックス佐藤大樹のこっちマイク。ナックファイブからお届けしてきました、ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。エンディングのおじご、エコーやめてください。エコーやめてください。セルフエコー、一人でやりたいんです。ここは佐藤、佐藤大樹大樹ぼっちぼっちセルフエコーいいんですよ。さあ、番組にメッセージを送ってくれた方の中から今週もですね、僕と世界さんのサイン入りステッカーを3名の方にプレゼントしたいと思います。売られる、よっしゃ、売られる、やめてください。また売られてしまう。そんなことしなせん、相席さんは。嘘、ハイブリッドメンチカツやんない。まだあげるって言ってないのに。じゃあいいですね、1人目ハイブリッドメンチカツさん、おめでとうございます。すげえ、そりゃそうだですよ、だって大活躍じゃん。もう面白いんですもん。さあ、2人目イッシーさんですね。イッシー、3人目グデカイさんです。グデカイ、さあ3名の方おめでとうございます。グデカイということで、2週にわたって世界さんをゲストにお迎えしてお届けしてきましたぼっちマイク。どうでした世界さん。ありがとうございました。きっぱりしている。どうでしたこのラジオ。どうでした、どうでした、楽しかったですか。楽しかったですよ。あ、よかった。なんかなんで俺だったんだろうっていうのはずっと思ってたけど、いやもうね、もう初めてスタジオにゲスト呼ぶならそりゃ世界さんだろうっていうのは共通認識。なんで、いや、まあ、なんで古株ですから我々。あ、そういうこと。はい、まだ中でもね、一番付き合いの長い2人を呼ぼうということで。なるほど、世界さんに来ていただきます。ありがとうございます。また呼んでください。お、いいですね。ぜひぜひ。今回ね、一人で来ていただきましたけど、はい、もしかしたら2人ゲストで来るパターンもあるかもしれない。あ、じゃあガールズガールズでお願いします。好きですね、 LDH のガールズガールズ。大好きです。大好きですか。大好きです。あ、ガールズガールズのメンバーと世界さんという組み合わせも面白いかもしれない。お願いします、うん、分かる。ちょっと僕が人見知り発揮しちゃうかもしれないですけど、よろしくお願いします。その時はMC が人見知りしたらダメよ。 Z 世代ってむずいんですって。いやいや、むずかんで、仕事してんだから。ガールズガールズの図はもう Z 世代の Z ですからね。まあ、だとしてもよ。仕事で、違いますけど、仕事で人見知りしてます、人見知りでとか言って仕事辞めたらええねん、この業界を。急に来た、あかんよ。あかんよ。もう世もニョになりますよ、もう僕も怒ったら。世もニョに、世もニョになりますよ。もうニョも末ですもん。世も末みたいに言わないでください。じゃあその時はぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。さて、番組ではポッドキャストも配信しています。毎週水曜日の午後6時頃に放送終了後のアフタートークをお届けします。今回もですね、世界さんと一緒にお届けしたいと思うんで、ちょっとね、またメールを読んでいきたいと思いますね。はい、こちらもお楽しみにしていてください。ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク、ここまでのお相手はタチコと佐藤大樹と世界でした。それではまた来週。バイバイ。さよなら。